ユーロは、欧州連合27カ国のうち19カ国で、公式に導入されている通貨である。このグループは、ユーロ圏、または、ユーロゾーンとして知られている。2019年時点で、約3億4300万人の市民が暮らしている。ユーロは100セントに分割可能であり、外国為替市場で米ドルに次いで2番目の規模と、取引をされている通貨である。ユーロは、 EU の各機関によって公式に使用されている。また、e、EU 加盟国ではない4つの欧州の小国や、モンテネグロとコソボによって一方的に使用されている。欧州以外では、e、EU 加盟国の多くの特別領土においても通貨として使用している。さらに、世界中で2億人以上の人々がユーロにペッグされた通貨を使用している。ユーロは、 米ドルに次ぐ世界第2位の基軸通貨であり、取引高も世界第2位である。2019年12月現在、ユーロの流通総額は1兆3000億ユーロを超え、紙幣と硬貨を合わせたものとしては、世界最高水準に達している。ユーロという名前は1995年12月16日に、マドリードで正式に採択された。 1999年1月1日に従来の欧州通貨単位の1、1比率での置き換えとして国際金融市場に会計通貨として導入された。ユーロ効果と紙幣は2002年1月1日に流通開始され、ユーロは当初の参加国の日常業務通貨となり2002年3月までに旧通貨から完全に置き換えられた。ユーロは その後2年間で0.83ドルまで下落した。2002年末からは2008年7月18日の1.6ドルをピークにドルを上回って推移している。2009年末にユーロは欧州債務危機に陥ったが、その後欧州金融安定ファシリティの創設など通貨の安定、強化に向けた改革につながった。 ヨーロッパに単一通貨が求められた理由は欧州連合の歴史と世界経済の流れに見ることができる。すなわち、1968年の関税同盟の結成による実体経済の統合とブレトンウッズ体制の崩壊による為替相場の不安定化がもたらす通商政策への障害である。1965年欧州通貨統合のイニシアティブが アメリカ国務省で開かれた会談で取られた。1970年、ルクセンブルク首相のピエール・ベルネとヨーロッパの経済通貨統合の研究者が作成した、いわゆる、ベルネ計画では、単一通貨の導入に触れられていた。このベルネらの構想では1980年までに経済通貨統合を達成することが謳われていたが、ブレトンウッズ体制の崩壊のために挫折を、 余儀なくされた。それでも1972年には欧州為替相場同盟を、1979年には欧州通貨制度を創設した。欧州通貨制度は、各国の通貨の相場が大きく変動することを防ぐものとなった。また合わせて、欧州通貨単位が導入され、後のユーロの基礎となった。欧州通貨単位の紙幣が発行されることはなかったが、 効果については、欧州通貨単位を具現的に見せるという目的で特別に鋳造された。欧州共同体の加盟国の中には、欧州通貨単位の額面で再建を発行しており、証券取引所でも欧州通貨単位で取引がなされたりした。1988年、当時の欧州委員会委員長であるジャックドロールの元で、 経済通貨統合を検討する委員会は、いわゆるドロール報告書を作成し、その中で経済通貨統合に向けて3つの段階を示した。導入に向けて1990年7月1日、通貨統合の第一段階に入り、欧州経済共同体の加盟国の間で資本の自由な移動が可能となった。1994年1月1日になると、 第2段階に移行し、欧州中央銀行の前身である欧州通貨機構が設立され、加盟国の財政状況を検査するようになった。1995年12月16日、マドリードで開かれた欧州理事会の会合において、新通貨の名称をユーロとすることが決められた。名称の決定上述の欧州理事会で新通貨の名称が決定されるまで、 多くの案が議論された。有力な案にヨーロッパフランがあったが、フランのスペイン語表記であるフランコが、フランシスコフランコを連想させるために却下された。この他にもヨーロッパクローネやヨーロッパギルダといった案が出されていた。既存の通貨の名称を使うことで通貨としての連続性を示し、また新通貨に対する市民の信頼を固めようとした。さらに、 一部の加盟国には従来の通貨の名称を残したいという希望があった。一方で決済通貨として使用されていた駅、e、の名称がふさわしいと考える国もあった。しかしこれらの名称案はそれぞれに対して反対する国があり、特にイギリスは多くの名称案に反対していずれも採用されなかった。名称が定まらない中、ドイツの連邦財務省、 テオドール・バイゲルは、ユーロという名称案を提示した。通貨単位として、ユーロという名称が刻まれた硬貨は、確認できる限りでは1965年に、初めて鋳造されている。また1971年にはオランダで、ユーロと刻まれた硬貨の見本が製造されている。この見本では、ユーロの先頭の文字が C に、波線が引かれたものとなっていた。 またその周囲には、ラテン語で、エウロパフィルジョラム・ノストラウルム・ドームスと刻まれていた。修練基準と安定、成長協定1992年に署名された、欧州連合条約では、加盟国は、経済通貨統合の第三段階への移行、つまりユーロの導入にあたっては、修練基準を満たさなければならないとした。またテオドール・バイゲルが主導した結果、 1996年のダブリンでの欧州理事会において、ユーロ導入にあたっての二つの基準が定められた。さらに安定、成長協定では、ユーロ導入国に対して、通常の経済情勢では、財政の均衡を維持することを義務付けており、他方で景気が悪化している情勢では、経済の安定化のために単年度国内総生産の3%を上限として、 国債の発行を認めている。累積債務残高については60%を上限としている。すなわち、修練基準は、物価の安定性、高すぎない長期金利、財政赤字及び、政府債務の健全性、為替の安定性の4つである。このうち為替の安定性に関しては、欧州為替相場メカニズムへの参加が法的に求められている。 この欧州為替相場メカニズムは、1979年に設立された元々の ERM に変えて、1999年から実施されている ERM2 と呼ばれるものであり、ERM としては2番目のものである。この ERM2 において、ユーロに対する時刻通貨の標準変動幅を2年間、上下15%の範囲とする必要がある。これを達成すると、 ユーロ導入が認められ、ERM2 の対象から外れ、ユーロ導入となる。ただし、問題がある場合は、期間が延長される。具体的には、経済修練基準とは次のようなものである。物価、過去1年間、消費者物価上昇率が、消費者物価上昇率の最も低い参加国の、平均値を1.5%より多く上回らないこと。財政、 過剰財政赤字状態でないこと。為替、2年間、独自に切り下げを行わずに、深刻な緊張状態を与えることなく、欧州通貨制度の為替相場メカニズムの通常の変動幅を尊重すること。金利、過去1年間、長期金利が、消費者物価上昇率の最も低い参加国の、平均値を2%より多く上回らないこと。 日本国外務省 EU における通貨統合ギリシャは2002年に修練条件を満たしたとしてユーロを導入したが2004年11月ギリシャがユーロ導入の決定がなされた時点で修練基準を満たしていなかったということが判明したギリシャは実際の財政赤字を偽って欧州委員会に報告書を提出していたしかし条約協定では 基準違反を想定していなかったため、ギリシャが法的な責任を問われることはなかった。また、ドイツやフランスなどの大国を含む一部の国々は、ユーロ加盟後に安定、成長協定で定める基準に抵触している。決済通貨ユーロの導入1998年12月31日、当時のユーロ参加予定国のそれぞれの通貨と、ユーロとの為替レートが固定され、 1999年1月1日、ユーロがそれらの国において電子的決済通貨となった。この時ユーロは欧州通貨単位に対して1、1で置き換えられた。翌1月2日、ミラノ、パリ、フランクフルトの各証券取引所は通貨単位をユーロとして取引を開始した。この他にユーロの導入によって 外国為替相場の表示法が変更された。ドイツでは、ユーロ導入以前まで、1US ドル、イコール XXX ドイツマルクという形で表示されていたが、1999年1月1日からは、ドイツを含めて、ユーロを導入した国で、1ユーロイコール XXXUS ドルという表示法に変えられた。また同日から、 振込や口座自動引き落としについてもユーロ表記が用いられるようになった。銀行口座ではユーロあるいは従来の通貨単位での表示が行われていた。しかし、現金のユーロは存在しなかったため、ユーロ表記の口座でも、預金を下ろすと、現地通貨、例えばドイツであれば、ドイツマルク紙幣が窓口で渡された。有価証券はユーロで表記されたものに移行した。 ユーロへの完全移行2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件を受けて EU 内に手形交換所が設立された。この頃からドイツではいわゆるフロントローディング方式の枠組みでユーロが民間銀行に配布された。また銀行ではドイツマルクを回収してユーロを供給することで切り替え作業を進めていった。2001年12月17日からは ドイツ国内の銀行で各種のユーロ硬貨が入ったスターターキットの販売が開始された。このスターターキットには合計10.23ユーロの20枚の効果が入っていたが販売価格は20マルクであり切り捨てられた少数点以下の部分は国庫が負担した。オーストリアのスターターキットでは合計14.54ユーロの33枚の ユーロ効果が200シリングで販売された。通常の現金、特に紙幣の流通は2002年1月1日から開始された。ドイツでは、ドイツ連邦銀行の各支店でドイツマルクをユーロに交換することができる。また特例的に一部の商店では、代金支払いの際にドイツマルクで受け取っている。このようにユーロへの交換は簡易かつ費用負担が、 かからないにもかかわらず、2005年5月の時点で37億2000万ユーロ相当のドイツマルク効果が流通していた。また紙幣についても39億4000万ユーロが交換されないままでいた。この推定はドイツ連邦銀行によるものであるが、ほとんどの効果や紙幣は紛失、または破損したものと見られている。ユーロを導入した国では、それぞれで、 2002年の2月あるいは6月までを移行期間として代金の支払いにユーロか旧通貨の使用が認められ移行期間後は旧通貨の法的効力は消滅したただしほとんどの旧通貨は各国の中央銀行でユーロと交換することができるユーロ導入国では旧通貨の取扱いについてそれぞれの国で異なっているドイツでは ドイツマルクの紙幣及び硬貨を無期限、無手数量でユーロに交換することができる。ドイツ以外でもオーストリア、スペイン、アイルランド、エストニア、ラトビアにおいても同様で、それぞれの国の旧通貨とユーロとを交換することができる。ベルギー、ルクセンブルク、スロベニアでは、それぞれの旧通貨の紙幣のみ、無期限でユーロとの交換ができる。これら以外の国では、 それぞれの旧通貨とユーロとの交換には期限が定められている。ポルトガルエスクード交換、フランスフラン交換、ベルギー及びルクセンブルクフラン交換、オランダギルダー交換、ギリシャドラクマ交換は交換不能となっている。通貨ユーロに関わる政策はフランクフルトアムマインにある欧州中央銀行が担っている。 欧州中央銀行は1998年6月1日に設立された機関である。実際の業務が開始されたのは通貨統合の実施によって各国の中央銀行の業務を引き継いだ1999年1月1日のことである。欧州中央銀行は欧州連合の機能に関する条約第127条によって物価安定の確保に努め、 また、加盟国の経済政策を支えるという使命を持っている。この他にも、金融政策の決定と実施、加盟国の公的外貨準備の管理、外国為替市場への介入、市場への資金供給、円滑な決済の促進を担っている。欧州中央銀行の独立性を維持するために、欧州中央銀行及び、各国の中央銀行は加盟国政府の指示を、 受け入れることが禁止されている。欧州中央銀行に法的独立性が与えられているのは、欧州中央銀行が、紙幣発行を一手に担う。つまり、欧州中央銀行は、ユーロのマネーサプライに影響力を持っており、財政の不足額を補うためにマネーサプライを増やすということを避けるためである。 欧州中央銀行の独立性が確保されなければ、ユーロに対する信頼が失われ、通貨が不安定になる。欧州中央銀行は、各国の中央銀行とともに、欧州中央銀行制度を作っている。欧州中央銀行の政策決定は、欧州中央銀行の役員会というロ圏各国の中央銀行総裁で構成される、政策理事会が担う。 欧州中央銀行の役員会は、総裁、副総裁、理事4人で構成され、いずれも任期は8年で、ユーロ圏各国が選任し、再任は認められていない。2015年1月1日に、リトアニアが導入したことで、ユーロを法定通貨としているのは、欧州連合加盟全27カ国中19カ国となっており、これらの国々は、ユーロ圏と呼ばれている。 また欧州連合の経済通貨統合に参加していない6カ国でもユーロを法定通貨として導入している。ユーロを法定通貨としている国の他に為替相場制度でユーロと連動させている国も多くある。そのような国には欧州為替相場メカニズムに組み込まれている4つの欧州連合加盟国や CFA フランを使用している14カ国がある。 さらに36カ国と、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア、ウォリス・フツナの3つの地域でもユーロ、あるいはユーロと連動する通貨を使用している。フランスの海外領土である、グアドループ、フランス領ギアナ、フランス領南方、南極地域、マルティニーク、マヨット、レユニオン、サンバルテルミー島、サンマルタン島、サンピエール島、ミクロン島でも同様に、 ユーロを法定通貨としている。また、キプロスがユーロ圏入りしたことによって、イギリスの主権基地領域であるアクロティリ及びデケリア、でもユーロが法定通貨として導入された。北、キプロストルコ共和国では事実上、トルコリラが法定通貨として使用されているが、ユーロも広く流通している。1998年5月3日に開かれた、 欧州理事会の会合において、各国首脳は1999年1月1日に、修練基準を満たした11カ国で、経済通貨統合を第3段階へ移行することを決定した。2000年6月19日、欧州理事会は、ギリシャは高い水準で、持続的な修練性を有しており、ユーロの導入に必要な状況になったという理解に達した。 その後の経済、金融理事会において、2001年1月1日に、ギリシャでユーロを導入することが承認された。スロベニアは2006年3月8日に、2004年の第5次拡大の際に、欧州連合へ加盟した国としては初めて、2007年1月1日のユーロ導入を正式に求めた。2006年5月16日、欧州委員会は、 スロベニアのユーロ圏入りを提案し、翌月7月11日には、経済、金融理事会において、スロベニアの2007年1月1日のユーロ導入を、全会一致で承認した。この時、1ユーロイコール239.640、シットという交換比率が定められた。2007年7月10日に、欧州連合加盟国の財務省は、 キプロスとマルタのユーロ圏入りを承認した。さらに2009年1月1日には、旧東側諸国としては初めて、スロバキアが2011年1月1日には、旧ソ連圏としては初めて、エストニアがユーロ導入を果たしたことで、ユーロを導入した欧州連合加盟国数は17となった。2014年1月1日より、ラトビアが、 2015年1月1日にリトアニアにユーロを導入。旧ソ連圏では3国目となる。一部の国では従来からの通貨同盟などによって相手国がユーロを導入したことで自らもユーロを法定通貨とした国がある。それらには以下のような通貨同盟がある。モナコ、サンマリノとバチカン独自のユーロ効果を発行することについて欧州連合と合意しているが、 アンドラについては同様の合意がなされていない。そもそもアンドラは独自の通貨を持っておらず、そのためユーロが事実上の法定通貨となっており、アンドラは独自に効果を発行しなくとも問題がない。アンドラ政府は2004年10月から欧州、共同体と協議を行ったが、政治的要請、とりわけ金融機関の主否性の緩和を実行する、用意がなく、協議は、 数ヶ月後に終了した。この他にも、企業税制を導入して、非課税制度を撤廃することが受け入れられないということも正式な通貨同盟の合意に至らなかった理由となった。2016年1月現在、ザ・ロイヤル・スパニッシュ・ミントより、アンドラ独自のユーロ硬貨が発行されている。独立に向けて、モンテネグロは一方的に、 ドイツマルクを通貨として導入した。またコソボでは紛争後に国際連合コソボ暫定行政ミッションが通貨としてドイツマルクを導入した。そのドイツマルクが廃止されてからは両国においてユーロが法定通貨となった。ただし両国は欧州連合との間でユーロ導入の正式な合意をしておらず、また欧州連合も 両国との間で合意を模索する様子もない。そのため、欧州中央銀行による金融政策の対象とならない。さらに独自のユーロ効果の発行も認められておらず、両国は通貨発行益を得ることができない。ユーロ圏外でも多くのヨーロッパの国でユーロでの支払いが可能である。ただし、その多くの場合は販売者が独自に決めた交換比率が用いられ、 また、釣り線は、現地通貨で支払われることもある。いくつかの国では、ユーロと通貨をペッグしている国がある。そのような国々は3つのグループに分けることができる。まず、ユーロとの間で欧州為替相場メカニズムによる、為替は、バンド制をとっており、ユーロを法定通貨として導入していない、欧州連合加盟国がある。次に、 歴史的に為替が固定されていたかつてのフランスの植民地がある。最後に一方的にユーロとペッグしている国がある。ユーロを通貨として導入していないすべての欧州連合加盟国は欧州連合条約により修練基準を満たして単一通貨を導入することが義務付けられている。ユーロ導入にあたって求められる修練基準の四つの要素の一つとして二年間は 現行通貨を欧州為替相場メカニズムに組み込まなければならない。ただし、デンマークについては適用除外規定が定められており、現行通貨を維持するということが認められている。欧州為替相場メカニズム適用国1979年、欧州為替相場メカニズムの核となる欧州通貨制度が創設された。本来は、すべての加盟国が、 欧州為替相場メカニズムに組み込まれなければならないが、実際には、ベルギー、デンマーク、西ドイツ、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダのみに適用された。1999年のユーロの創設により1974年より、運営されていた、従来の欧州為替相場メカニズムは廃止されたが、ユーロに移行していない。 欧州連合加盟国を対象とした新たな欧州為替相場メカニズムが1999年に設定された。これが ERM2 と呼ばれるものである。欧州為替相場メカニズムの主な目的は物価の安定を確保するために為替相場とその変動を調整することであり、また欧州為替相場メカニズムはユーロ圏入りの前段階における。 必要条件となっている。現在、必要条件として、ユーロに移行していない、欧州連合加盟国に求められているのは、ERM2 への参加であり、ERM2 は、ERM としては二つ目のものである。この必要条件とは、具体的には、2年間、ERM2 の下で、ユーロに対する時刻通貨の標準変動幅を2年間、プラスマイナス15。 パーセントの範囲とするというものである。ただし、問題がある場合は延長される。当初リトアニアは2007年にユーロを導入するはずであった。2006年3月16日、リトアニア財務省ジグマンタス・バルチーティスは欧州委員会から時期焦燥と正式に警告を受けていたにもかかわらず、ユーロ導入に関する必要書類を提出した。 この書類などを元にして審査した結果、欧州委員会は、リトアニアのインフレーション率が基準よりも0.06%高いとして、リトアニアのユーロ導入を延期するよう欧州理事会に勧告し、2006年6月15日、16日にブリュッセルで行われた欧州理事会の会合でも、リトアニアのユーロ導入は見送られた。 当時のリトアニアのインフレーション率は既存のユーロ圏諸国と比べてもユーロを導入するには十分に低かった。しかし欧州連合条約ではユーロ未導入の加盟国に対して基準を厳格に守るように定めている。一部の欧州連合の交換からはリトアニアがユーロを導入しても問題がないという意見があったが欧州委員会と欧州中央銀行は ユーロの信頼性を損なわないためにも、この意見を認めなかった。2007年にユーロを導入していれば、リトアニアは、スロベニアと共に、中東欧諸国で、最初のユーロ移行国となっていたことになる。2010年5月12日、欧州委員会はエストニアが、修練基準を満たしたとする報告書を作成し、同国のユーロ移行を提案した。これを受けて、 同年7月13日に経済財務理事会は2011年1月1日にエストニアがユーロを導入することを認める決定を下した。また2014年にはラトビアもユーロを導入した。2020年現在3つの欧州連合加盟国が自国の通貨を欧州化替せ相場メカニズムに組み込ませている。欧州化替せ相場メカニズムではユーロとそれぞれの 現行通貨との相場変動幅を基準値のプラスマイナス15%としている。またデンマークは欧州連合との取り決めにより他の通貨よりも変動幅が狭いプラスマイナス2.25%としている。欧州為替相場メカニズムが適用されている国は状況が整えば他の国と比べて早い段階でユーロを導入することができる。しかし、 2007年以降の金融危機により急激に財政状況が悪化し、ユーロの導入は困難なものとなった。ブルガリアは急激なインフレーションが進み、欧州為替相場メカニズムの適用が拒否されたことがある。2009年8月、政権交代によって就任したばかりの財務省、シメオンジャンコフは、ブルガリアのユーロ導入について、2013年頃に、 なるという考え方を示していた。2018年にはインフレが低水準であること、財政が健全であることからいくつかの条件を満たしているが、汚職、一部の銀行にある問題が課題となっている。2020年7月10日、クロアチアとブルガリアはルミに加盟した。欧州為替相場メカニズム未適用の欧州、連合加盟国デンマークを除くすべての欧州、 連合加盟国は、ユーロの導入が義務付けられているが、未だ5カ国が、欧州為替相場メカニズムの適用を受けていない。このため5カ国は少なくとも、修練基準の一つを満たしていないということになる。欧州連合に加盟しているデンマークは、基本条約で、ユーロ導入義務を課せられない、適用除外を受けている。これは、オプトアウトとも呼ばれる。デンマークは、 欧州為替相場メカニズムの適用国であるが、2000年9月28日の国民投票で適用除外の権限行使を決め、ユーロを導入していない。この時の国民投票では53.1%がユーロ導入に反対した。しかしその後、デンマーク政府は2011年にも国民投票の再実施を検討している。しかし、 デンマークのトーニング・シュミット首相は後に適用除外に関する国民投票の約束を取り下げている。2013年5月16日のストックホルムのインタビューにおいてトーニング・シュミット首相は現政権下では非現実的だと述べ2015から2019年に見込まれる次期政権下でも国民投票実施の選択肢を協議することには意味がないと思うとした。 ただし、欧州財政危機において、デンマークは、他の北欧諸国とともに、資金の避難先となっており、ユーロ圏にいずれかの時点で加わる是非については、協議を続けるとも述べている。イギリスでは2006年に、当時の首相のトニー・イブレアの発言により、ユーロ導入の是非については、国民投票を、実施予定であった。ところが2005年にフランスとオランダでの、 国民投票の結果、欧州憲法条約の批准が反対された。これを受け、イギリスでは、欧州憲法条約の批准の是非を問う、国民投票が無期限に延期された。また、ブレアの公認であるゴードン・ブラウンはユーロに対して、懐疑的な立場を持つとされる。さらにブラウンが、ブレア政権で、通貨政策を担う財務省を務めていたとき、 ユーロ導入について両者が対立したこともあり、ブラウン政権下では、ユーロ導入の議論が進まなかった。ユーロ、または、US ドルと相場を固定している国、地域ユーロ兼ユーロを使用している欧州連合、非加盟国、地域ユーロとペッグしている国、地域対ユーロの為替相場の変動幅を制限している国、地域アメリカ合衆国 US ドルを使用している国、 地域 US ドルとペッグしている国、地域対 US ドルの為替相場の変動幅を制限している国、地域ユーロに移行された、旧通貨と相場を固定していた通貨は、ユーロが導入された後はユーロと相場を固定している。特にフランスの植民地だった、赤道ギニア、ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ガボン、ギニアビサウ、カメルーン、コンゴ共和国、マリ、ニジェール、 セネガル、東ゴ、チャド、中央アフリカの14の西部、中部アフリカ諸国で使用されている CFA フランはユーロと相場が固定されている。CFA フランについては、フランス財務省が固定相場を保証している。CFA フランと同様に、フランスの海外領土である、フランス領ポリネシア、ニューカレドニア、ウォリスフツナで使用されている CFP フラン。 かつてのフランスの植民地であるコモロのコモロフラン、ポルトガルの植民地だったカーボベルデのカーボベルデへスクードもタイユーロの為替相場が固定されている。ボスニア・ヘルツェゴビナは1998年から独自の通貨を持つようになり、この通貨はドイツマルクと固定されていたため、タイユーロでも為替相場が固定されている。 ユーロという名称は1995年12月15日、16日にマドリードで開かれた欧州理事会の会合で採択され、その後規則で正式に定められた。この単一通貨が導入される国のすべての言語でも、ユーロという表記が用いられている。ただし、ドイツ語では、語頭が大文字で書かれ、また、ギリシア文字の表記も別に定められている。 他方で単一通貨の名称の綴りは同じであっても、言語によって以下のように発音が異なっている。2006年諸島に一部の東欧の国々は、自らの使用言語の文法上の規則とユーロという綴りがそぐわないとして、単一通貨の別の表記法を認めるよう求めた。例えば、ロシア語でヨーロッパを指す切れる文字での表記は、発音は J、ブルップとなる。 ところが数週間後には、この議論は、成果もなく収束した。それでも一部の国では異なる表記法が用いられている。スロベニア語のエブロ、ラトビア語のエイロ、リトアニア語のヨーロズなどがその例である。単一通貨の正式名称は関連する、欧州連合の法令に、定めがあり、また、欧州中央銀行が、 定期的に作成する修練報告書にも以下のような文章が確認できるインアンビトラクトデアオスチライアスリカンズースタンディジュキートデアゲマインシャフトフュアダイフェストレグンデノモンスデアアインハイトリカンはラングジンとジェグリーチアブエシュンゲンフォンディザーバシュティンメングミットデムイージーベルトラッグアンベラインバーウンとドエールズベセイチゲン単一通貨の名称の決定に関する共同体の 権限を考慮すると、規則に対する、いかなる違反も欧州共同体設立条約に、相入れないものであり、従って排除されるべきものである。オイロパイ社ゼントラルバンク、コンベルジェンズベリクト前2007アングリシズム批判の、立場からは、ユーロ及びセント、という表現を使うことに対して、英語特有の表現の需要を推進するものだという、意見が出されることがある。 この意見に対しては、ユーロ、という単語はギリシア語のローパイイータの略語に、由来し、またセントもラテン語のセンシェシマスに由来するものである。ヨーロッパのロマンス諸語で通貨の補助単位として使われて、北語であることから、必ずしも英語を受容したということではないという。特にイギリスの領土ではこれらの語が、通貨の単位としては用いられていない。ユーロの補助単位は、 セントであり、100セントが1ユーロに相当する。ただし、ギリシャでは、ラムダイプシロンパイタウ、フィンランドでは、セニョーティーが用いられる。セント効果には、ユーロとセントの両方が刻まれており、このことは、ユーロ効果の外見の特徴についての、欧州委員会の文書においても掲載されている。ただこの文書では、ユーロの文字は、 セントよりも小さく刻まれるものとするということが記載されている。欧州連合の発行物に関する内規では、加盟国ごとで異なる表記を排除してはならないと定められている。これは、ユーロ導入前に補助単位として、セントと同義の語を使用していた国に対する容認策であり、例えば、フランスやベルギーの3チームやポルトガルのセンタボなどがある。交語では、 他の補助単位のセントと区別するために、ユーロセントという表現が用いられることがある。例えば、US ドルやユーロに移行される、以前の通貨の補助単位と区別する際に用いられている。欧州連合はユーロとセントについて、その複数型は変化させずに使うこととしている。しかし、スペイン語とポルトガル語では複数型をユーロズンやセンチモスとしている。 フィンランド語では、度量単位と同様に、部分格が用いられ、エウロアやセンチャとなる。また、ドイツ語や英語では、数詞が先行しない場合、通常の複数形の作り方に習う。複数型が用いられるのは、紙幣や効果の枚数について言及するときであり、金額について言及するときには単数型が用いられる。ユーロによる金額表示を行う際には、 数に続いて通貨コードであるユーロを加える。補助単位のセントには正式な記号や短縮型が定められていない。そのためユーロ圏ではセントの部分は20セントや0.20ユーロなどと表示する。ただし、正式なものではないが短縮された形などが用いられることもある。US セントを示す記号セントはユーロセントを示すものとして使われることは あまりない。ユーロ記号ユーロ記号は1997年に単一通貨を示す記号として欧州委員会によって作成された。当初は通貨に独自の記号があるものは少ないため欧州理事会でもユーロ記号についてはあまり議論されていなかった。1996年になるとユーロのロゴの募集が開始されその中から図案が選考された。 また1997年7月にはロゴに加えて通貨記号も定めることになった。ユーロ記号は欧州経済共同体で首席グラフィックデザイナーを務めていたアルトゥール、アイセンメンガーが1974年に作成した図案が元になっている。その図案は大きく丸みを帯びた E の文字の中央に2本の欧線が入ったものである。またそれは ギリシア文字のイプシロン、古典古代のヨーロッパを連想させるものでもある。日本の王線は、ユーロとヨーロッパ経済圏の安定を示している。ユーロの前身である、欧州通貨単位の記号は短縮系のエキュを図式化して使用されていたが、ユーロ記号は駅キュと同様に作成されたものではない。このユーロ記号のユニコードでの符号位置は U、U プラス 20AC である。ところが、 国際繁ヨーロッパ連合では1972年に発表した1、2、5、10、20、50、100ユーロの7つの図案にはユーロ記号が正式に定められた記号とはわずかに異なるものの大きい C の文字に統合を合わせた構成で描かれていた。この図案が発表された1972年は国際繁ヨーロッパ連合の50周年。 欧州石炭鉄鋼共同体の設立20周年に当たる年で、また同年には欧州諸共同体の北方拡大についての条約が調印されている。この図案に描かれた紙幣、効果の終焉にはコンフォエドレーシオヨーロペーヤという文章が記載されていた。さらに、肖像の人物としてカール1世、カール5世、 ナポレオン・ボナパルト、リヒャルトク・ーデン・ホーフカレルギー、ジャン・モーネ、ウィンストン・チャーチル、コンラート・アデナウアーが描かれていた。さらに、ヨーロッパを取り巻く状況として、この1972年は、仏読協力条約の署名10周年でもあった。欧州連合では、ユーロ記号の画像仕様に留保を設定しているが、促進を目的とする仕様は認めている。ユーロの省略表示は、 ユーロと定められている。ISO4217 では以下のようなコード指定の方法を講じているが、ユーロに対しては以下とは異なるコード指定の方法を講じている。2009年6月末の時点で7847億ユーロを超える金額に相当する紙幣、硬貨が流通している。通常の硬貨効果として発行されているのは1、2、5。 10,20,50セントと1,2ユーロである。硬貨の表面はすべての発行国で共通したものとなっているが、理面は発行国ごとに異なるモチーフが刻まれている。理面のデザインが異なっていても、硬貨としての効力に違いが生じるものではなく、同様に使うことができる。2004年に欧州連合が拡大したことを受けて、2007年に、 表面のデザインが刷新された。ドイツで鋳造された硬貨の裏面には、鋳造書を示すミントマークが刻印されている。また、ギリシャのセント硬貨にはセントではなくラムダパイ、オミクロン、ラムダパイで、額面が表示されている。また表面には L を2つ重ねた印があり、これは、各硬貨共通の表面のデザインを担当した、ベルギーのリュクライクスを示すものである。 1>, 1ユーロ硬貨と2ユーロ硬貨には、白銅と黄銅の合金が用いられている。タイの10バーツ硬貨と2ユーロ硬貨は、大きさと重量がほぼ同じであり、またそれぞれが2種類の金属の合金でできているため、ユーロ券の硬貨識別能力が不十分な、自動販売機は10バーツ硬貨を2ユーロ硬貨として、認識することがある。10バーツ硬貨の他にも、トルコの1リラ硬貨、 ケニアの5シリング硬貨、イタリアで使われていた500リラ硬貨についても、同様の事象が起こり得る。2ユーロ記念硬貨2004年以降、2ユーロ学面の記念硬貨が発行され、市中に流通している。この記念硬貨は理面に描かれる主題が、発行国ごとに異なるものであり、ユーロを使用する国で有効に使うことができる。最初に発行された2ユーロ記念硬貨は、 アテネで開かれた2004年夏季オリンピック大会を記念したものでギリシャが作成した。2005年にはオーストリア国家条約署名発行50周年を記念した効果を作成。2006年にはドイツが初めて記念効果を作成し、主題にはホルス天文が描かれた。その後、ドイツでは2007年にシュベリン城、2008年に イミハイル協会が描かれた記念硬貨が発行されている。これらの記念硬貨は大量に発行、流通されている。ドイツでは16年間は通常版であるアドナーを描いた2ユーロ硬貨を発行せず、連邦州のモチーフを描いた2ユーロ硬貨を1年ごとに変えながら発行する予定になっている。ただ2008年には流通を目的として、 通常版の2ユーロ硬貨が大量に鋳造されている。2007年3月25日、ローマ条約署名50周年を記念して、当時のユーロ圏13カ国は共通の図画とそれぞれの国の公用語及びラテン語での文章を刻んだ記念硬貨を発行した。また2009年1月1日には、経済通貨統合10周年を記念した2ユーロ硬貨が、 発行された。蒸気以外の特別記念硬貨上述の記念硬貨以外にもユーロ圏諸国では2ユーロ以外の額面の特別記念硬貨を発行しており、中には100ユーロ以上の額面のものや記念金貨として発行されたものもある。オーストリアではユーロ額面として最高額の硬貨が鋳造されており、ビッグフィルと呼ばれる。 ウィーン金貨には10万ユーロの額面が付けられている。このような特別効果はユーロが使用されているすべての国では通用せず、それぞれ発行国のみで有効であり、また主に収集家向けにやり取りされている。スロベニアが欧州連合理事会議長国だった2008年には3ユーロ効果が発行された。ユーロ紙幣のデザインは、 欧州連合規模で行われた公募で集められた案の中からオーストリアのロベルト・カリーナのものが選ばれた。また、紙幣のデザインはすべての国で共通のものとなっている。発行されている額面は5、10、20、50、100、200、500ユーロの7種類である。紙幣にはヨーロッパのそれぞれの時代と建築様式を主題としたモチーフが描かれている。 またそのモチーフとして表面には窓が、裏面には橋が描かれている。ユーロ紙幣に描かれた建築物は実在のものではなく、それぞれの時代の特徴的な建築様式をもとに描かれたものである。具体的には、5ユーロ紙幣は古典建築、10ユーロ紙幣はロマネスク建築、20ユーロ紙幣はゴシック建築、50ユーロ紙幣は ルネサンス建築、100ユーロ紙幣は、バロックロココ建築、200ユーロ紙幣は、アール・ヌーボー、500ユーロ紙幣は現代建築となっている。ユーロ紙幣の発行2002年末まで、ユーロ紙幣の裏面に記載されている、基番号の頭文字によって、その紙幣が、どの国で印刷されたものかを判別することができた。例えば、 ドイツで印刷されたものには X の文字が記載されていた。2003年以降は、いわゆるプーリング制度によりそれぞれの額面の紙幣が一部の中央銀行だけで発行されるようになり、印刷工場からユーロ圏全域に発送されることとなった。また、各中央銀行が発行を担当する額面の種類は4つを超えないとされている。 2003年以降は紙幣に記載された基番号を確認することで印刷工場を判別できるようになっている。例えば5ユーロ紙幣では灰色で印刷された図柄の左端ユーロの大の文字の情報を約1センチのところに基番号が記載されている。他の紙幣でもこの基番号は表面にある額面の髪型に記載されている。基番号の先頭の文字は その紙幣が、どの工場で印刷されたものであるかを示している。例えば R であれば、ベルリンの連邦印刷局で発行された紙幣ということを表している。印刷工場コードに続くのは3桁の数字、アルファベット1文字、1桁の数字である。1、2ユーロ紙幣の導入オーストリアは2ユーロ紙幣を、イタリアはさらに1ユーロ紙幣の導入を求めている。両国では、 ユーロ導入以前に低い額面の紙幣が流通しており、オーストリアでは20シリング紙幣が、イタリアでは1000リラ紙幣がそれぞれ発行されていた。2004年11月19日に、欧州中央銀行の政策理事会は、現行よりも低い額面の紙幣発行は行わないということを決定した。2ユーロ紙幣についても、現行の紙幣が10年間は改定する予定がなく、 導入する見込みはない。1、2セント効果の廃止一部のユーロ導入国では1セント効果と2セント効果が一般的に使われていない。実際に、フィンランドでは、セント単位の貨1桁が0、または5しか使用されていないため、同国では1セント効果と2セント効果が導入されていない。このような波数の廃止はオランダでも同様に行われた。 これは、両効果の流通量が少なく、そのために需要が少ないということが指摘されている。しかし一ト効果2二ント効果は特に問題なく、使うことができる。廃止に反対する立場からは、価格が五ント単位となるよう切り上げられていく恐れがあり、いわば第二のと色を引き起こしかねないということが指摘されている。これに対して、 心理的価格設定を行う際に、従来は波数を99セントとしたものを廃止後は95セントにすることが見込まれるため、トイロ減少は起こらないという反論がある。さらに、オランダやフィンランドの商店では、商品価格の波数を未だに波数を99セントとしているところがある。このような商店では、商品の合計購入額を支払いの際に切り上げ、または、 切り下げしている。500ユーロ紙幣の廃止2009年、ドイツ連邦議会は、インターネット上で500ユーロ紙幣による、支払いの廃止を求める、請願の受付を開始した。この原因には、ガソリンスタンドや商店、あるいはドイチェポストの受付窓口でさえも、500ユーロ紙幣の、受け取りが断られている実態にある。500ユーロ紙幣の受け取りが断られる背景には、 釣り線が不足するというためではなく偽札を警戒するというものである。ところが統計ではこの懸念を裏付けることができない。これは実際に500ユーロの偽札が使われるという割合が全体の1%に満たないためである。2016年5月4日に欧州中央銀行はパナマ文書で明かされたユーロによる資金洗浄対策によりドイツの反対を押し切り、 500ユーロ紙幣の発行停止を2018年末までに実施することを決定した。廃止される500ユーロ紙幣は発行残高の20%程度、枚数にして2%程度に過ぎないと推測されている。2019年、ドイツとオーストリアを除くユーロ圏で500ユーロ紙幣の印刷が終了し、1月27日から回収開始。 2019年4月26日、ドイツとオーストリアが500ユーロ紙幣の印刷を終了。4月29日から回収開始。ドイツとオーストリアの印刷終了が遅れたのは使用頻度が高かったためである。紙幣ユーロ紙幣の偽札対策の水準は世界的に見ても高いものと評価されている。紙幣の安全性を確保するために、 様々な対策が講じられている。紙幣用の紙には製造段階において蛍光繊維が、また中心部には糸が入れられており、裏から光を当てると全体が黒ずみ、特に額面のあたりには極小文字が印刷されている。また、ユーロ紙幣は特殊な構造を持つ面繊維で作られている。さらに図柄の部分は発光塗料で印刷されており、 紫外線を当てるとその部分が発光するようになっており、赤外線を当てると違う色が反射される。紙幣の透かしに裏から光を当てると、それぞれの剣種に描かれている図柄が浮かび上がり、額面が判断できるようになっている。左側の画像は赤外線を、右側の画像は通常の光を当てて撮影した重油路紙幣紙幣の 表面左上隅にある確認用の見当は、裏から光を当てて、裏面に印刷された見当と合わせると紙幣の額面が浮かび上がる。これは、表面と裏面にはそれぞれ額面の一部しか印刷されておらず、両者を組み合わせることで額面が示されるようになっている。5、10、20ユーロ紙幣の円には、体状の金属箔が貼り付けられており、光の加減で、 ユーロ記号や額面が現れるキネグラムとなっている。50ユーロ以上の額面の紙幣に貼られている金属箔はホログラムとなっており、見る角度によってその紙幣に描かれている建造物や額面が現れるようになっている。黄版印刷と間接的な活版印刷を組み合わせた印刷法で製造された紙幣の表面にはレリーフが隆起しており、 これは紙幣を偽造しにくくするのと同時に、視覚障害者が紙幣を区別しやすくするためのものである。さらに紙幣に描かれた窓や扉の部分や、欧州中央銀行の略称であるブス、ECB、イスブ、エクト、エコップが印刷されている部分も流儀印刷が施されている。定額紙幣の裏面には構造色を起こす筋があり、他方で50ユーロ以上の紙幣には、 光学的変化インクで額面が印刷されており、紙幣を傾けるとその色が変化するようになっている。さらに、ユーロ紙幣には、機械で真剣であるかを検査するための印がある。また偽造防止システムによって、副写機やパーソナルコンピュータを用いた偽造を防止するなどの対策も取られている。ドイツ連邦銀行では確認する安全対策の 方法を一つだけにすべきではないとし、同時に非公開としている安全対策があるということを明らかにしている。高化ユーロ効果は額面が低いため偽造ユーロ紙幣に比べると影響が深刻ではない。しかし、ユーロ効果にも偽造対策が施されている。ユーロ効果には大きさと重さが厳密に定められている。 1>, 1ユーロ硬貨と2ユーロ硬貨は2つの金属の合金で鋳造されている。合金で鋳造されていることと複雑で3段階を経る製造過程によってユーロ硬貨の安全性が確保されている。1ユーロ硬貨と2ユーロ硬貨の中心部分にはわずかな強磁性を持つが1、2、5セント硬貨は強い強磁性を持つ。1ユーロ硬貨と2ユーロ硬貨の外周は 強磁性を持たないが、1、2、5セント効果は、強磁性を持っている。偽造線と効果は、本物の線と効果とは違う金属で製造される、ことがあるため、テーブルに落とした音で、偽造効果を判別することがある。また紙に偽造効果で線を引くと、鉛筆で書いたような跡が残ることがある。2006年後半に回収された、 偽造効果のおよそ95%は2ユーロ額面のものだった。ユーロの導入によって従来は共同体内部に存在していた為替相場リスクやそのリスクヘッジのために企業が負担するコストが低減することとなりユーロ圏内での通商や経済協力が増大するということが期待される。そして通商は 経済成長をもたらす大きな要因の一つであることから、ユーロ圏入りはその国民にとって利益につながると考えられており、実際に2007年までにユーロ圏内での貿易は5から15%増加してきた。つまりユーロによってヨーロッパの企業は巨大な経済圏で活動するという利益を享受することとなった。またユーロは商品、サービス、資本、 労働力の自由な移動というヨーロッパ共同市場に欠けていた単一通貨となって市場統合を完成させた。さらにユーロによってユーロ圏諸国における商品及びサービスの価格格差が解消され、つまり最低取引によって既存の価格格差は相殺される。このことによって企業間の競争が活発化し、また インフレーション率の低下と合わせて消費者に利益をもたらすこととなる。一般に欧州中央銀行はインフレとの戦いという主たる使命を成し遂げてきた。事実、欧州中央銀行が設定している2%というインフレーションターゲットは概ね達成されているか、あるいは長期にわたる過度の超過は防がれてきた。インフレーション率が低いということは、 ユーロ圏諸国の市民にとって、経済安定性の基礎となっている。ユーロに対する投機は、投資家にはリスクが大きすぎ、他の小規模の通貨と比べると困難なものとなっている。1990年代の通貨に対する投機は、ポンド危機など、欧州通貨制度に、深刻な歪みをもたらし、さらに、アジア通貨危機の発生原因の一つとなった。 特定の国の通貨に対する投機はその国の外貨準備を吐き出させ、また国民経済に深刻な損害をもたらしかねないものとなり、ユーロの導入はヘッジファンドによる通貨の空売りの目論みを防止することが可能となる。またユーロは特に旅行者にとって利益をもたらしている。ユーロ圏内では両外やその手数料が不要になる上、 通貨単位が異なることによる商品価格の比較が容易になる。ユーロ圏内では複数の通貨を有する経済圏よりも自由な資本の移動が起きている。さらに、ユーロの登場によって世界におけるヨーロッパの経済的重要性が再認識されている。金融に関するヨーロッパの動向はより大きな影響を持ち、また、ユーロ圏諸国の発言力も強くなっている。 グローバル化した世界で、ユーロという単一通貨は、アメリカやアジア諸国に対するヨーロッパの国際競争力を高める役割を持っている。ユーロは、経済心理面において、ヨーロッパ諸国間の協力関係を表すものであり、また、ヨーロッパのシンボルとして、統合の概念を具現化するものである。また政治面でもユーロは、欧州連合の強化をもたらしている。 経済学者の中には、ユーロ圏のような巨大で特殊な経済圏にとっては、単一の通貨を持つことについての危険性を懸念する意見がある。特に景気循環が非同期的であることによって、適切な金融政策を打ち出すことの難しさが挙げられている。実際にユーロが導入されて間もなく、国ごとで経済情勢は異なるにもかかわらず、 単一の金融政策を実施することが困難なものであることが明らかとなった。例えば、経済成長率が5%を超えていたアイルランドと、ほぼ0%のスペインやポルトガルとを昭和させるということが挙げられる。従来の手法では、政策金利の引上げや通貨供給量の引き締めといった政策で、アイルランドの経済情勢に臨む一方で、 スペインやポルトガルに対しては金融緩和策が必要だった。しかし単一の金融政策ではこのような域内での格差を十分に反映することができない。マクロ経済学上の大きな問題として単一通貨への参加による為替相場の固定がある。これがもたらす問題として域内地域格差問題がある。為替レートが域内固定されることにより 人件費の安い南欧に工場建設などの長期投資が発生する一方で、ドク、フツ、ベネルクスなどでは安価な商品サービスの提供が行われるようになった反面、失業率の高止まりと新たな雇用の創出という難題を抱えている。南欧諸国にしても ERM に参加していない欧州諸国、とりわけイギリスやポーランド、チェコなどとの競争にさらされている。 国際金融のトリレンマに従えば固定相場制と資本移動の自由を両立させているユーロ圏各国では独立な金融政策を取ることができない。この事実はユーロ圏の加盟国が不況に陥った時に自国通貨を切り下げて輸出競争力を高め経常収支を改善させることができなくなる。そのような状況下では ユーロ圏で経済が好調な国から不況の国へ財政支援が検討された場合の EU の力量が試される。しかしながら実際にはアメリカのような財政連邦主義は現時点でのユーロ圏にはなく頼みの綱の財政政策も安定成長協定によって制限をかけられ結果として各国の成長の足かせになり得る。ユーロ圏はアメリカと異なり 県内各国で言語や文化が異なるためにユーロ圏内での資本移動はアメリカほど自由ではない。各国は自国の人口をゼロにしたいとは思わない。こうして資本移動での経済の調整メカニズムはあまり機能しなくなる。さらに県内の唯一の発見銀行である欧州中央銀行がドイツの影響を非常に強く受けており危機に対して 民主的な裁量の余地が加盟国に乏しいことなどが想定される。ミルトン・フリードマンはユーロの見通しの悪さを以下のように危惧していた。適切な金融政策が取れるのは変動相場性があるからであり、統一通貨ではそれは不可能である。さらに悪いことにユーロ圏のように為替レート変動による経済の調整メカニズムを放棄している場合には、 国内の価格や賃金あるいは資本移動によってでしか調整メカニズムが働かないためユーロ圏各国が各自独立した文化や規制を有している状態のままユーロを導入すればユーロ圏各国の政府が各々異なる政治的圧力にさらされそれら政府同士での政治的圧力が生じるこれは現在のピグズとドイツのように救済される側とする側とで異なる 政治的圧力が働き、ユーロ圏政府間での交渉が行き詰まっている状態を指しており、このような経済的困難が現れることをフリードマンは予見していたと言える。また、クリストファー・ピサリデスは、現在のユーロシステムによって、失業率が高止まりし、失われた世代が作り出されていると指摘し、ユーロ圏の順序だった解体を主張し始めた。かつては、明暗とされた、 通貨同盟だが、この通貨システムによって、ヨーロッパが低成長に苦しみ、加盟国が政治的に分断される結果となり、逆効果にしかなっていないとピサリデスは述べる。ユーロ圏全体ではすでに2013年度の平均失業率が12.2%に達し、スペインでは前年より売上が10%落ち込み、ギリシャなど一部の国ではデフレーションに陥っている。 状況であるにもかかわらず、欧州中央銀行が景気回復のための適切な金融政策をとっていないという批判がある。ユーロ圏の経済成長率は1%未満にまで低下している。スペインとギリシャの失業率は27%に達しており、IMF は ECB に政策金利を下げるよう要請している。しかし、現段階で ECB は アメリカの連邦準備制度などが行っているような量的緩和を検討はしないという。ジョージ・ソロスは ECB の金融政策はその他の中央銀行が行っている量的緩和と同期していないと述べる。加えて政治的な面からも欧州中央銀行や欧州委員会がユーロ導入国の赤字国債発行を阻止できるかということは疑わしいと考えられている。 マーストリヒト条約では安定成長協定に反した場合の罰金制度が規定されているが2003年にフランスが棚上げにさせたことなどもありその実効性は疑わしい。一般に単独または複数の国が財政政策上の義務を逃れるために大規模な国際増発に動いた場合通常は 国債価格の下落やインフレの進行、あるいは自国通貨の下落による輸入物価の高騰という形で報いを受けるが、ユーロ一本地の場合、インフレ率や為替の影響は、域内全体に拡散、吸収されるため残りのユーロ圏諸国に間接的な影響を及ぼしかねない。すなわち国債増発国はリスクを負わず安易な債券の発行が可能になり、その付けは、 他の参加国が共同で追うというモラルハザードを生み出すことになる。アメリカのように、金利上昇により、自国通貨が上昇する事例もあるが、民族資本の乏しい開発途上国では、為替相場における、クラウドイン効果は期待できないと推測される。国債発行の単年度 GDP の3%制限は、財政政策を行う上での大きな足かせであり、 なおかつ金融調整は欧州中央銀行の一本値である。政府支出と金利調整機能は自国の総需要管理の強力な誘導手段であり、この二つを放棄することは自国の雇用を生きない市場の数勢に任せ、政府が国民に対する責任を果たす直接的な手段が大きく制約されることを意味する。 イギリスの再加盟反対派が掲げる主な理由は、イギリス経済は、ユーロ経済と非常に異なっており、ユーロ圏の確一的な経済政策は、イギリス経済にリスクをもたらす。イギリスの自主性が失われる。イギリスのマクロ経済政策は、ユーロ圏のそれより有効である。ユーロ圏、特にドイツに構造的問題があるとする。イギリス政府は、 再加盟問題を検討する上で5項目の経済テストを行い、結局、イギリスの金融部門に良好な影響を与える以外の項目は満たさないとの結論を得た。なお、他の4項目は、ユーロ圏とイギリスの経済構造や景気サイクルが持続的に一致の方向に向かっている、イギリスの労働、生産市場が、 経済的衝撃に耐えられる柔軟性を備えている、イギリスへの投資が改善する、イギリスにおける雇用の機会が拡大するである。上述してきた影響のほかに、国際商品市場の値動き、特に経済において重要なものに原油価格が上げられる。ほとんどの原油の取引には US ドルが用いられ、1970年代以降、 石油輸出国機構諸国はドルだけだけで取引してきた。ところが、ユーロの登場により原油輸出国側では外貨準備の分散の観点から一部の受け取りを US ドルからユーロに移行する国が増え、そのため輸入国側でもユーロだけでの取引に移行せざるを得ないということが議論された。各国中央銀行と民間資本によるドルによる外貨保有は アメリカ国債の重要な引き受け先であり、輸出国側がユーロ建てを導入すれば、長らく原油取引によって安定してきた、US ドルとドル経済に極めて不利な影響をもたらすことになる。2000年、サッダームフセイン統治下のイラクは、原油取引をユーロ建てのみとしたが、後にアメリカによる占領でドル建てに戻されている。また、イランや、 ユーロ建ての意向を強く唱えている後、シャベス政権下のベネズエラは、サッダームによるユーロ建て意向に対する支持を表明している。2008年2月17日、イランは、キーシュ島に、US ドル建ての取引を行わない、石油取引所を開設したが、イランの原油輸出量は、US ドルの原油取引通貨としての地位を脅かすほどのものでは、なかった。 実際の物価上昇と消費者の感覚ユーロの導入によって多くの消費者は商品やサービスの価格がインフレーション率以上に高くなったと感じている。この物価が上がったという消費者の感覚は特定の地域で原価が上がったために個々の価格が上げられたことによるものであり、これらの価格上昇が特に印象に残った。 一部では事前に、ユーロ導入後の価格の表示で、波数の調整を実施するために、価格を緩やかに上昇させていたところもあった。そのため、ドイツでは、ティタニック氏が作り出し、その後多くの新聞でも使われるようになった、テウロという言葉が広まり、テウロは2002年の言葉に選ばれた。しかし、政府の統計ではこの年に、大きなインフレーションは起こっていない。 例えば、オーストリア統計局によると、オーストリアの1998年12月31日での、第1986年比での消費者物価指数は133.7で、1987年から1998年の12年間の平均インフレーション率は2.45%である。これに対して、 対1996年比での消費者物価指数は、1998年12月31日に102.2だったものが、2003年12月31日には112.0となっており、ユーロ導入後の平均インフレーション率は1.84%に下がっている。また、ドイツの対2000年比での消費者物価指数を見ると、 1991年に81.9だったものが1998年には98.0となった一方で、ユーロ導入後の2003年には104.5となっている。つまり、ユーロ移行以前の平均インフレーション率が2.60%だったのに、対して移行後は1.29%と下がっている。矛盾の解析上気のような統計上は、 インフレーション率が低下していることと、ユーロ導入によって消費者が実際のインフレーション率以上に物価が上昇していると感じたこととの矛盾については様々な解析がなされている。例えば、確かに食品など日常購入する商品の価格上昇率は全体のインフレーション率を上回っていたが、マーケットバスケット方式で調査された対象に含まれている。 電化製品などの価格上昇率は全体のインフレーション率より下回っていた。つまり、後者の商品は日常的に購入するものではないため、消費者は統計以上に物価が上昇したと感じたのではないかということが指摘された。また、旧通貨からユーロに頭の中で換算した時に死者誤入するなどして発生した誤差が影響したという見方もあり、特に スペインペセタの例がある。そして、旧通貨を使っていた時間が長いほどユーロでの価格表示と旧通貨での表示を比べるために物価が上昇したのではないかということが強く感じられたのではないかとも指摘されている。通貨が共通化されたことにより導入国では国内の経済政策の大部分を独自に実施するということがなくなった。 このため単一通貨を批判する立場からは、経済や政治における摩擦が増大する危険をもたらすのではないかと指摘し、他方で単一通貨を支持する立場からは、導入国間での修練基準の達成に基づく金融政策の統合は合理的であるとしている。外貨準備における主要通貨の比率の推主要通貨に対して、 ユーロ相場が安定した動きを見せていることとアメリカが長期にわたって財政政策の懸案事項を抱えていることから経済専門家の中には世界における準備、基軸通貨としての US ドルの地位を次第に脅かし最終的には量駕するのではないかという見方を持つものがいる。もしユーロが US ドルに代わる地位を得ることとなればかつて第二次世界大戦後に それまで世界の基軸通貨だったポンドスターリングと取って変わった US ドルの時代が終焉するということになる。そのことは世界の準備通貨の割合においてユーロが着実に増えているということに示されている。ほとんどの経済専門家は開発途上国や新興工業国が外貨準備の再検討や原油取引のユーロ打への移行について繰り返し、 表明していることを具体的な意図があるのではなく、アメリカに対して政治的な圧力をかけようとしていると考えている。しかし、ユーロ圏外の国の外貨準備におけるユーロの占める割合が課題になれば、それは外貨準備において従来の過小評価を改めただけと考えられ、多くの国の通商経済関係では以前としてユーロは低く評価されている。 ユーロの現金発行残高は2006年に US ドルを抜いて世界で最も多くなった。この年の10月に世界に流通しているユーロ紙幣の額面の合計は5920億ユーロとなり US ドル紙幣の5790億 US ドルを上回った。ただしこの背景にはアメリカ国内では 決済手段として、クレジットカードが多く使用されているということがあり、そのため一人当たりの現金の所持額が少なくなる。ユーロは、将来的に現金として、最大の規模を持つ通貨となると見込まれている。欧州為替相場メカニズム適用国において、ユーロを導入する際には、欧州連合加盟国の財務省による、経済、金融理事会において、 最終交換比率を決定することになる。この交換比率は、波数処理による誤差が最小限となるような有効桁数が6桁の数となるように決められる。1998年12月31日に、欧州連合加盟国の財務省は、ユーロを最初に導入する11カ国の通貨と、ユーロとの最終交換比率を決定した。この時の交換比率は、 欧州通貨単位に基づいて設定されたものである。以後にユーロを導入した国の旧通貨とユーロとの最終交換比率は欧州為替相場メカニズムのセントラルレートを基準として定められた。ユーロが決済通貨として導入されると導入国の旧通貨と他の通貨との両替はトライアンギュレーション方式でのみ行われることとなった。つまり、 旧通貨と他の通貨との両替にあたっては、一旦ユーロに換算してから行われなければならなく、なった。また、波数処理はユーロ及び、対象通貨の少数第3位で行うことが、認められていた。トライアングュレーションは直接換算で発生する恐れがある、波数処理の誤差を防ぐため、欧州委員会はこの方式による両替の実施を、義務付けた。 急通貨単位での金額表示をユーロに切り替えるにあたって切り替えのための計算の最後の時点においてのみ、波数を支払いが可能な額に丸めることが認められた。波数処理を計算の最後の時点としたのは、計算にあたって個々の要素や計算途中で出された結果を、波数処理をすると全く異なる結果が出る恐れがあったためである。異なる結果が出てしまえば、 新通貨の導入によって、契約の継続性に影響を及ぼさないとする、原則に反することになる。1999年1月4日、フランクフルト証券取引所において、初めて、ユーロと、US ドルの為替取引が開始され、この時1ユーロイコール1.1789アメリカドルの値がついた。ユーロ相場は、 対 u ユーエスドルで値を下げていき、取引開始から2年後には、最安値をつけた。2000年1月27日にはユーロは、対 u ユーエスドルで1ユーロイコール1アメリカドルの、パリティを下回り、同年10月26日に、史上最安値の1ユーロイコール0.8252アメリカドルとなった。2002年4月から2004年12月にかけて、ユーロは多少値を戻していく。 2002年7月15日には1ユーロイコール1アメリカドルのパリティを上回り2004年12月28日には当時の史上最高値となる1ユーロイコール1.3633アメリカドルをつけた一部のアナリストは1ユーロイコール1.4から1.6アメリカドルにまで達すると見込んでいたがその予想は外れ連邦準備制度の政策金利引上げを受けて ユーロは2005年に入って値を下げていき、同年11月15日には年間最安値の1ユーロイコール1.1667アメリカドルをつけた。ところが、連邦準備制度の金利引上げ策は2006年のアメリカ経済の後退を受けて継続されなかった。2007年後半に表面化したサブプライムローン危機のために連邦準備制度は 政策金利の引き下げを決め、これを受けて、ユーロは相対的に値を上げた。その結果、2008年7月15日に、欧州中央銀行の基準相場は、市場最高値の1ユーロイコール1.599アメリカドルを付け、また市場では、基準相場を上回る1ユーロイコール1.6038アメリカドルで取引された。 この値は1995年4月19日に付けた 1US ドルが1.3455ドイツマルク、単純に1ユーロに換算すると1ユーロイコール1.45361アメリカドルという相場を超えたものとなった。2008年サブプライムローン危機による US ドルの下落によってユーロ圏の域内総生産を US ドルに換算すると1年間だけ一時的に アメリカ合衆国の国内総生産を上回った。しかし、その後は、ユーロ圏がむしろ経済危機の震源地になっており、ユーロは下落し、US ドルに換算すると、経済的に衰退している。2017年9月時点において1ユーロイコール1.17171アメリカドルをつけた。ユーロの対 US ドル、日本円、UK ポンド相場の 水アメリカドル日本円イギリスポンド強いユーロはヨーロッパ経済に光も影ももたらした。光とは強いユーロによって未だに US ドルで取引されることの多い原材料の価格を安く買い入れることができたことである。影とは強いユーロによってユーロ圏の輸出品が相手先で高くなりユーロ圏の経済成長がある程度阻害されたことである。しかし ユーロ圏の規模もあって、為替相場と、その変動幅によるリスクは、それぞれが異なる通貨を使用していた頃よりも、はるかに低減した。特に2007年の初旬には、世界経済の成長が緩やかだったにもかかわらず、ヨーロッパ経済が平均を上回る成長率を、達成した。2002年までのユーロ相場の下落は、当時ユーロ紙幣や効果が存在しなかったということが、 その原因の一つに挙げられ、そのために当初ユーロはファンダメンタルが適切なものだった場合に比べて低く評価されていた。ヨーロッパの共同市場における経済の問題のためにユーロ相場の下落傾向は強まり、またこの流れのために生きがいの投資家がヨーロッパへの投資に魅力を感じないということにもつながっていった。ユーロ紙幣、硬貨の流通が開始されると間もなく、 過小評価されていたユーロ相場は上昇に転じた。2005年以降のヨーロッパ経済、特に輸出の持ち直しはユーロ相場のさらなる上昇をもたらした。この他にも中長期なユーロ相場の上昇をもたらしたと考えられる原因があり、特に以下の3つが挙げられる。将来的にユーロ未導入の欧州連合加盟国が加わる予定となっており、 またこれらの国々でもユーロが現行通貨に代わって法定通貨となることから拡大を続ける欧州通貨同盟が心理的に有望視されているということもユーロが軽んじられない要因となっている。さらにこのことはユーロの強大化に少なからず寄与しており、またユーロの国際的評価や経済的重要性を上昇させている。2002年ユーロは これまでの中でヨーロッパを認識させるような統合への手段は他になく、そのために諸国民の一体化をもたらす重大で新たな時代を切り開くような貢献をしたとしてアーヘン氏からカール大帝賞を受賞した。ありがとうございます。